正常、ここからここまでの項目に対しての指示をお願いします。これらの書に印をお願いします。今期の目安箱です。お目通しを。これらをすべて本日中にお願いします。これを全部か。はい、全部本日中にお願いします。お父さん。ああ、ちょっと待っててくれ。まずはお父さん。お父さん。アルル、アクオロさんは忙しいんだから、あんまりうろちょろして邪魔しちゃダメ。ああ、すぐに終わるから私の部屋で待ってるといい。そうだな、後で蜂の巣でも持っていこう。本当？ああ、本当だ。ハコオロさん。まあいいじゃないか。最近忙しくてなかなか相手をしてあげられなかったからな。さてと、ついでにこちらの方も目を通しておいてください。ついでにか。はい、ついでにです。やれやれ、やっと終わったか。お疲れ様です。さすがに疲れた。今日はこれで勘弁してくれ。はい、では私はこれで。ああ、ふう。お疲れ様でした。ああ、ありがとう。ああ、もうこんな時間か。今日はもう風呂入ってねえよ。ん？待てよ。何か忘れている気が。待ってる。あ！しまった。アルルはいた。部屋の隅で寝転がって、もしかして寝ちゃってるのか。背を向けてるからよくわからん。アルル。大好きな蜂の巣を持ってきたぞ。来た来た。さあ、一緒に食べようか。どうした？
ちの巣でも通用しないとなると、こいつは厄介だぞ。仕方がない。気が収まるまでしばらくそっとしておくか。私が悪かった。お願いだから機嫌を直してくれ。誰かいる。あ、間違いない。闇の中に誰かいる。おぼろか。いや、違う。私に何か用か。この男。お休みの中のご無礼お許しのほど。それがし源氏丸と申す者の府にございます。恐れながら白五郎とお見受けいたすが。者の府、見かけない顔だ。ここの者ではないな。私に何の用だ。ほう、ご無礼を承知で申し上げます。それがしの主が白五郎にお目通り願いたいと申され、お迎えに参上いたした次第。迎えにだと。一国の王老を呼び出すなど、その無礼は重々承知。しかしそれがしの主はここまでお越しになることはできませぬゆえ、どうか寛大に承知いただきたい所存。この通りお願い申し上げまする。土下座されても困るんだが。どうやら俗や資格などの類とは違うようだ。もしそうなら寝てる間にどうとでもできたはず。しかし、なぜこんな人目を避ける真似をする。これでも門を広く開けているつもりだ。正面から訪ねてくるがいいだろう。それとも非公式でなければならない理由でもあるのか。だんまりか。皇帝というわけだな。ではお前の主の名は。まさか名乗りもせず黙ってついてこいなど虫のいいことは言わないだろうな。クンネカムン王アムルリネウルカ空也正常にございます。クンネカムン王。クンネカムン、西にある三大国家の一つ。なぜそのような大国の王路が私などに会いたがる。この男のただならぬ気配、語りとは思えんが。
だとすれば、クンネカムンのオーロが私に何の用だ。私に会うわけは。それは、それがしの口からは話せませぬ。さて、どうする。このまま黙ってついていくなど、愚行でしかないが。だが、このような男の主なら、一度会ってみたい。いいだろう。会おう。見心に感謝します。しかし、ここからどうやって出るつもりだ。この辺りは警備が厳重。待て。なのにこの男、どうやってここまで。こちらへ。この程度なら特に問題ありませぬゆえ。言ってくれる。正常、白鸚楼をご案内いたしました。うん、ご苦労であった。この男がクンネカムンを。そなたが白鸚楼か。ご足労すまなかった。許せ。ヨガクンネカムン王アムルリネウルカクーヤだ。以後見知り置きを願おう。もとい、頭巾で顔を隠した小柄で尊大な男だ。随分とまた横柄というか大きな態度だ。私は。ああ、そなたの紹介はいらぬ。事前に調べさせたから大体のことは知っているつもりだ。やはり態度が大きい。だがだからといって不快感を感じるわけではない。それが自然体で見下した感じがしないからか。そなたなかなか興味深い男だ。聞いたこともない技で痩せた土地を豊かにし、他種の下級僧部族を率いての謀反を起こす。ついに朝廷を倒し、新しき王路として君臨。そればかりか、あのシケリペチモの侵攻を食い止めたとも聞く。言うはたやすいが、まず実現できるものではない。少なくとも、そのような芸当をした者など、世は知らぬ。差し支えなければ教えてほしい。どうやってそのような真似ができたのだ。あった早々、率直な質問だな。まあいい。特に隠すほどのことでもないしな。まさか、では何も特別なことはしていないというのか。信じられぬ。いや、そなたの言葉を疑っているのではない。てっきりそなたも我らと同じクンネイエタイだと思ったのでな。クンネイエタイ。うん、我らがシャツコポル族と同じオンビタイカヤンの加護を受けし者のことだ。
御美大かやん。まさか我らが狼の名知らぬわけではあるまい。狼？待てよ、確か狼はウィツァルネミテアという名ではなかったか。それはインウィキ・ヌギーソム神の名、世の前で二度とその名を吐くでない。ウィツァルネミティアがヌギソム神。本当に知らぬのか。知らないというか、聞いた話とだいぶ違うんで戸惑ってる。ならばそのオンビタイカヤンとは何なんだ。おかしなことを聞く。オンビタイカヤンはオンビタイカヤンだ。他に何がある。それでは答えになってない。よかろう。オンビタイカヤンは我らを創造し真の御神、そしてウィツァルネミテアとはその創造主に造反し喰らい、その座を奪いし者。それまで我らすべての者は楽園で御美大カヤンのもとに暮らしていたが、御美大カヤンがいなくなったことにより我らは楽園を失った。御美大カヤンのもとから離れたことにより他の者はそれでウィツァール・ネミティアなどと呼んでいるが、楽園を失った我らを待っていたのは飢えや病、そして殺し憎しみ合う苦しみだ。本当に知らぬのだな。おかしな男だ。どのような書物にもないような知識を持ってるかと思えば、赤子でも知っていることを尋ねる。第一、社を建てるときにヨムルがその歪曲したありがたい説法をしなかったのか。社？ああ、あの時はありがたい話を延々と何時間も語ってくれたから、ありがたすぎて船を漕いでた。式典の最中に眠りこけていたのか。そんなに笑えることか。うん、面白いぞ。そうか。では御美大カヤンを知らぬのなら我らシャクココル族の歴史も知るまい。ああ、よかろう。ではそれも話してやろう。御美大カヤンがいなくなり、この世には人しかいなくなった。強き者が覇権を求める一方、力を持たぬ者は常にその犠牲となる。そして我らシャクココル族はこの源氏丸、エベンクルガ族のような武の才があるわけではない。あの狼野竜のためのような怪しげな術が使えるわけでもない。貧弱な肉体で何の取り柄もない。それがシャクココル族だ。当然のように我らの立場は弱かった。いや、そんな生優しいものではない。悪いことに我らは御美大カヤンに最も寵愛されていた種と言われていた。それが他族の嫉妬を買い、我らは長年の間虐げられ続けてきた。ケナムのような、いや、ケナム以下の扱いであった。誰も助けてはくれなんだ。そしてウィツァール・ネミティアとその眷属も我らを見捨てたのだ。一時はこの世の全てを呪ったこともあった。待った、
ん？なぜ私にそのような話を。それはいわば部族の恥部を語っているようなものだ。よい、これは我らの誰もが知っていることであり、決して忘れてはならぬこと。それにこの話、面白くなるのはここからだ。だが全てに見捨てられていたのではなかったのだ。我らは御美体火炎に愛されていたというのは本当のことだったのだ。何者にも代えがたき力を授かっていたのだ。それの力により我らは立ち上がった。今まで我らを虐げていた者どもも踏み潰し、民を解放した。そして我らシャクコポルだけの国、クンネカムンを作ったのだ。あ、いかんな、つい話すことに夢中になってしまったようだ。許せ。いや、ところでその力とはどんな力なんだ。すまぬが、そればかりは言えぬ。さすがに機密を話すわけにはいかないか。そういうわけではない。これは我らにとって神聖なこと、みだらに口にしてよいものではないということだ。うん。しかし、そなたも我らと同じ訓練家隊だと思ったのだが、だから一度そなたに会ってみたくなった。だが残念だ。失望したか。そうでもない。不思議な男よな。会って数刻にもならぬのに世にここまで語らせるとはな。正常、そろそろお時間にございます。ああ、もうそんな時間か。これから楽しくなるというのに。白鸚王よ、呼び出しておいてすまないが、世はもう戻らねばならぬ。残念だ。ああ、結局何しに来たのかよくわからなかったな。次もこの源氏丸を迎えにやろう。次？まさかまた来る気では。うん、約束だ。約束も何も、まだ何も。ではさらばだ。次を楽しみにしているぞ。聞いてない。さて、今日はどうするかな。あの、ん？どうした？そのオンカミヤムカイよりヨモル様がお目見えになりました。ヨモル？ああ、もう来たのか。食べ物？食べ物ではありませんよ。この国にも社が建てられたので、それらを統括なされる方がいらっしゃったのです。だが、そんなのは表向きで、実際には俺たちを監視する目付役だ。調停者だかなんだか知らないが、こんなに急いでくるとは、随分と仕事熱心なことだな。ああ、すまなかった。では、ヨモル殿を通してくれ。こちらも、これが片付いたらすぐに行く。いえ、その…
おじさまー来ちゃった。神よ、どうしてここに。お久しぶりでございます、ハクオロウ。ウルト、なぜ二人が。ヨモル・ウルトリー、お招きによりここにまかりこしました。補佐となります、カミュです。ヨモル、まさかカムナギであるあなたらが。姫様、故障ですからどうかお考え直しください。カムナギであるあなた様がヨモルなど前代未聞にございます。何事も最初は前代未聞なものです。ですが、姫様にはもっと大切なお役目が。ムーント、大切でないお役目などないのですよ。それにこのお役目は世の均衡を保ち、ひいては民を役から守るという大切なお役目。たとえ人に何と言われようと、私はこのお役目を誇りに思います。聞いてたのか。はい、一部始終。それではムント、見送りご苦労様でした。ここまでで結構ですから、国へお戻りください。そんな姫様、姫様たちを残してどうして私一人だけ戻れましょうか。ですから姫様、もう一度お考え直しを。ではムントもここに残るのですか。頼りにしてますよ。はい、あの姫様。あんちゃん。ゆずっち、元気してる？うん。ゆずはも会いたがっていた。あ、おぼろ兄様。おぼろだ。ゆずっちのとこに行こう。うん。そんなこと。こら、ちょっと待て。ちゃんと訂正していけ。エルル様、お世話になります。はい、こちらこそよろしくお願いします。どうした、複雑そうな顔して。急ぎ部屋を用意させました。自由に使ってください。なるべく再現させたつもりですが、足りないものがあったら何でも言ってください。用意します。何から何まで感謝いたします。他に何かありますか。それでしたら町へ連れて行ってもらえますか。町ですか。ええ、わかりました。らっしゃい、らっしゃい。はいよ、これとこれね。毎度。はいはい、取り立てだよ。今ならこいつもつけちゃうよ。これはまた盛況な。そうですか。オンカミヤムカイや他の国と大差ないのでは。いいえ、
他にはない活気があります。おそらく抑圧から解放されたのでしょう。今は皆が小・高に安心して従事している様子。これはとても素晴らしいことです。それに遊び回っている子供たちのなんと無邪気な幸せそうなことでしょう。この方を誰と思っておるのか。ムンとですが。お姉ちゃんの羽とっても綺麗。はい、あげる。わあ、ありがとう。いいな、俺にも。おお、姫様、これそんなに欲しければ私のを取っていきなさい。なんかバッチそう。おっ。姫様。ごめんなさい。そんなことはありませんよ。ムンとは。この人はヤンクルの位を持っていて、私より位の高い奉仕様なのですよ。本当？すげえ！そうだったのか。じゃあ、羽もらってもいい？好きなだけ取っていきなさい。やったー！みんなに自慢しよう。知らない間に周りに人だかりができている。なんか周りの空気が怪しい感じに。もし本当にいただけるのですか。拙者のでよろしければ。ありがたや、ありがたや。うわっ！私にもくだされ。おお！おちゃん、俺にも羽くれ！これやめれた。うい。わしらにも。わしが。俺にも。わしがもらうんじゃ。ちょ待って。にゃー。大丈夫ですか、ムント。鳥川に。さて、どうするかな。お疲れ様です。どうぞ、お茶が入りました。ああ、ありがとう。レナリーさんもどうぞ。すみません。ではお言葉に甘えまして。やっぱりエルルーが入れてくれたお茶を飲む時が一番くつろぐな。あのお茶菓子も作ってみたんです。作ったばかりですから、よかったら食べてください。これはうまそうだ。チマクですか。懐かしいですね。子供の頃よく母上が作ってくれました。それでは一つ。はい。
総大将、そろそろ。ああ、もうそんな時間か。すまないエルリュ、これは後でいただくよ。おいしいのに。お父さん、お父さん、せっかく一生懸命作ったのに。お姉ちゃん、お父さんは？あ、シマー君。そうだ、後でこれを油で揚げよっと。表面サクサク、中はとろーりとして別の美味しさが。あこ、今度は食べてくれるよね。美味しいって言ってくれるかな。ごちそうさま。お父さん。よし、それじゃあ早速。さて、どうするかな。そうだね、うん。やだ、そんなんじゃないよ。ん？誰かいるのか？うん、ここは楽しいよ。みんな面白いし、神のこと特別扱いしないし。それにね、お友達ができたんだ。この声はカミュか。誰と話しているんだ？うん、アルちゃんって言うんだ。あまり喋らない子だけど、一緒にいるととてもこう、なんて言ったらいいのかな。あったかいっていうのかな。ずっとそばにいたい感じがするよ。それにおじさま、アルちゃんはお父様だって言ってるけど、本当は違うみたい。優しくてね、とっても大きな人。ああ、背が大きいって意味じゃなくて、そんな感じがする人なの。アルちゃんがお父さんっていうの、わかる気がするな。柱の陰でよく見えん。誰と話して？うん、みんな大好きだよ。お姉さまも、アルちゃんも、おじさまも、エルル姉さまも、ユスッチも、みんなみんな大好き。でもこんなの知ってもお友達でいてくれるかな。嫌いにならないでいてくれるかな。どういう意味？ん？なんだ、この音。何かいるのか？
ああ、いや、何か話し声が聞こえたから、誰かと思ってな。話し声って？やだおじさま、ここには神しかいないよ。本当だ、神しかいない。しかし、誰かと話をしてなかったか？暗くてよく見えなかったが。独り言だよ、うん。ああ、そうだ、お姉様に呼ばれてたんだ。それじゃあね、おじさま。何をそんなに慌てて。しかし、さっきのは一体。さて、どうするかな。クックル、飯の時間だぞ。どうしたムックル、飯だぞ。変だな、いつもならこの時間になると飯の目の字も言わないうちに愛用の食器を加えて飛んでくるな。どうしたムックル、飯はいらないのか。いや、なるほど、これでは動きたくても動けんか。枕代わりにして昼寝中か。起こさないようにか。優しいな、お前は。もう少しだけ我慢してやってくれ。そしたら特別に腹いっぱい食わせてやるから。おっと、静かにな。この子たちが目を覚ましてしまう。では頼んだぞ。嬉しいどころじゃなかった。
さて、どうするかな。じゃあ、アルちゃんも見たことないの？どうした？二人して。あ、おじさま、ちょうどよかった。今ね、アルちゃんとおじさまのお話してたんだ。私の？うん。ねえ、おじさまの素顔ってどうなの？あ、おじさまってどんな顔をしてるのかなって。私の顔？どんなのって、見ての通りこんなのだが。そうじゃなくて、そのお面の下ってどうなってるの？さて、自分でも見たことないからな。見たいな、おじさまの素顔、とっても見たいな。うん。そう言われてもな、これは外れないんだ。そっち持って。おいおい、何を。こんな、いだだ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 だ、私は用事があったんだ。お父さん。あ、待って、おじさま。誰か待つか。待ってよ、おじさま。お父さん、待つ。
すごい嵐だ。嵐が来るとは聞いてはいたが、まさかここまでとは。ウルトの言う通り、みんなをここへ避難させたのは正解だったかもしれない。アルル、おいで。でも、すごい風。こんなの初めて。なんだか怖い。心配いらない。ここは一番丈夫な作りになっているから、滅多なことで吹き飛んだりはしない。はい。さあ、姫様。お次はこの問題にございます。ねえ、ムント、こんな時にまでお勉強しなくたって。何をおっしゃいますか。こんな時だからこそいつも通りになさるのです。ユズハ、寒くはないか。はい、大丈夫です。とは言ってもこの子は大丈夫でなくてもそう言うからな。せめて上着でも肩に。ありがとうございます。そういえばウルトはどうした。お姉様ならお祈りしてるよ。お祈り。この嵐が静まるようにお祈りしてるの。そうか、それは助かる。天候をも操ると言われる狼狩猟族の能力か。すごいものだな。えへん。それでは神もそんなことができるのかい。もちろんだよ。姫様、そのような。ムント、こんなところで寝ちゃダメだよ。今ヤンクル殿の喉元に神の死闘が突き刺さったように見えたような。そしては作物への被害は避けられないな。せめて深刻な被害とならなければいいが。以上、これが昨夜の嵐による損傷または損壊したものの一覧です。早急な修復が望まれます。水路が二つに畑が5つか。死者も出たとは。どうぞ。あの嵐の中お疲れ様でした。ありがとうございます。ああ、すまない。ああ、温まります。蜂蜜酒か、懐かしいな。あの雨の中体が冷えてると思って。お心遣い感謝します。それと一つ気になることが。気になること。白徳の海岸付近に船が座礁していました。おそらく嵐に流され暗礁に乗り上げてしまったものと思われます。ただその船、少々厄介な問題が。報告による外見からして、おそらくその船はナートゥンクのものとみて間違いありません。ナトゥンク。ナトゥンクって
確か南の方にある国ですよね。でも気味の悪い話ばかりで、あまりいい感じが。人をさらってそれを売り買いしてるなんて噂とかありますし。噂などではありませんよ。え？その船がさらった人たちを運ぶ奴隷船なのです。奴隷船？現在クロウが乗組員の救出作業を行っています。いずれこのことでナットゥンクから何らかの干渉が考えられます。失礼しやすぜ。船の方は大方調べ終わりやした。詳しいことはこいつに。ご苦労様です。やはりナットゥンクの奴隷さん、間違いありませんでしたか。助け出した人はたったのこれだけですか。そいつが乗っていたもののほとんどが鎖につながれ、船底に押し込められてやしたので。間に合わなかったのか。浸水してやして、すでに力を及ばず面目ありやせん。そうか。いや、仕方のないことだ。みんなよくやってくれた。温かな飯と酒を振る舞い、十分な休養を取らせてやってくれ。休養は命令だ。目覚めたら復旧作業が待っている。おいす。それで生存した者たちは今どうしてます？ああ、そいつらなら保護ってことでこっちの診療所で休ませてるとこですぜ。そうですか。では後ほどここへ来るように伝えておいてください。もちろん動けるものだけで構いません。いろいろと話したいことがあります。ちょうどいいです。私は話したいことがありますの。いつの間にいる気配どころか、部屋に入ってくるのすら気づかなかった。チッ、英氏の奴ら何をしてやがった。あの人たちならちょっとお昼寝してますわよ。彼らは何を？中に入れてくれなかったからちょっとだけ眠ってもらいましたの。あら、来てくれって言ってましたのに、そんな物騒なものを抜くつもりですの？それはお前さん次第だ。少しでも妙な素振りを見せたら容赦なくぶった切らせてもらうぜ。話にあった船の生き残りか。あの首輪に鎖からしてこの娘は。あなたがこの国の王女様ですの？カルラと申しますわ。お助けいただいてとても感謝していますわ。いや、礼はみんなに言ってやってくれ。他の者たちは気の毒だった。そうですわね。結局生き残ったのは私だけになってしまいましたわ。一緒に救い出した人たちはどうしてます？彼らとお話をしたいのですが。あの方たち？あの方たちなら死んでしまいましたわ。死んだだと？ちょっと待て、どういうことだ。俺たちが助け出した時には確かにピンピンしてやがったぞ。
あら、危ないですよ。収めろ。まずは話を。しゃあ。おい、こら、待っ。うわっ。総大将、大丈夫ですかい？こやつら。互いに私を盾にしてくれたぞ。聖女、ここは私。ああ、頼む。遠慮いらずを。よい。何をする？頭は冷えたか？兄者、止めるな兄者。この女が何をしたか知ってるのか？この女は他に助かった奴らを残らず殺したんだぞ。その女がここまで忍び込んできた。やる理由には十分だ。皆殺しに。
なぜだ。当然の報いですわ。あの人たち、鎖につながれた私たちを誰一人助けようとせず、さっさと自分たちだけで逃げ出すんですもの。だからみんなと同じ苦しみを味わってもらいましたの。皆さんもだえるほど喜んでくれましたわ。喉笛を潰したか。それで私はどうなりますの？ナトゥンクに引き渡す？それともここで切り捨てるおつもり？他にこの国の民を手がけたりは。ご覧の通り、恩人とも言える人たちに手を出すほど恩知らずではありませんわ。そうか。ならば他の者にしたことについては問わないでおく。厄介事を起こさないと約束してくれるのなら、束縛する気も干渉する気もない。船は沈み、搭乗者は全員死亡。仮に生き残りがいたとしても誰も知らない、誰も見ていない。みんな依存はないな。仰せのままに。ウィス。兄じゃがそう言うならな。よし、これであなたは自由だ。いずことなり好きなところへ行くがいい。寛大なオーロ様ですこと。てっきり下船なケナムの分際でとか言ってバッサリ来るのかと思いましたわ。同じ人にオーロもケナムも関係なかろう。随分と綺麗事をおっしゃるのね。綺麗事。蜂蜜のように甘いですわね。蜂蜜のように甘い綺麗事か。確かにそうかもしれんな。あら、どうしたの僕、そんな怖い顔して。次にもう一度兄者を侮辱してみろ。必ずお前を殺してやる。褒めてあげましたのに。私、蜂蜜も蜂蜜のように甘い殿方も嫌いではありませんわよ。特に香王蜂の蜜のような殿方は。さてっと、それではお言葉に甘えて自由にさせていただきますわ。ああ、でも困りましたわ。ん？自由にしていいとはおっしゃいましたけど、今夜の床も露銀もないのでは飢え死にしてしまいますわ。ああ、本当に困りましたわ。なんか、こっちに聞こえるような声で独り言を言ってるな。しかも意味ありげな視線で。ああと、これも何かの縁だ。わずかばかりだが、ロギンを。そんな施しは受けられませんわ。何？だって私、それに答えるようなことは何もしてませんもの。受けられないと。ではどういうつもりなんだ。それに命を救っていただいて恩義を返さない恩知らずにはなりたくありませんわ。何を言いたい。そうですわ、
私を雇っていただけませんこと？私、こう見えても仲間ですの。戦場では役立ちますわよ。娯楽や戦で戦い、殺し合うことに従属されたものか。先ほどのあの身のこなし、道理でな。女性としてのふくよかさはあるものの、余分な肉のないしなやかな体、そしてあの美しい肌だ。見る限り傷一つない。殺し合いを日常としている仲間なのにだ。すなわち傷を負うことなくここまで生き延びてきたということ。それでどうしますの？助けてもらってはいさようならなんて恩知らずな真似したくありませんし、今なら安くしときますわ。お断りいたします。ベナウィ。あら、どうしてですの？この件の生き残りがいると知られれば、今後ナートゥンクとの間に何かしらのいざこざが起こり得ます。騒動の種はまくべきではありません。たかがナカンの一人や二人、バレませんわよ。未熟とはいえ、この国の男であるオボロを簡単にあしらう者が、たかがとは思えませんが。未熟は余計だ。嘘か誠か、こんな話が囁かれているのを耳にしたことがあります。数年前、まだ幼さの残る少女が、踏破者に君臨したそうです。ですがあまりに強すぎたために恐れられ、死組として戦場に送られた。しかし、それでも少女は生き残り、今でも戦場から戦場へ渡り歩いているという。その少女の名までは知りませんが、噂では絶滅したと言われるギリアギナ族の生き残りとか。そう、あなたと同じギリアギナ族の。あら、それは偶然ですわね。そういうことにしておきましょうか。いずれにせよ火種はごめんです。お引き取り願います。だそうですけど、オーロ様はどうお考え？私か。決めるのは下っ端ではなくてあなた様ですもの。ベナウィの言うことはもっともだ。だがしかし、シケリペチムの一件もある。今は少しでも強い一人でも多くの戦力が必要だ。しかもオボロとあれだけ渡り合えるほどのものならぜひとも欲しい。いいだろう。いや、ぜひお願いしたい。今回の件、カルラの素性に関しては機密とする。いいな。見心のままに。わかった。よし、それでは。なにここ、今朝綺麗に片付けたばっかなのに、こんなにびしょびしょ。こっちは何か焦げてる。この巻き本とかって高いのに。俺も、あ、こっちも。よかった、俺は無事だったんだ。おばあちゃんの、誰？
ですか。いや、それは、まあ。オボロさん、待ってくれ。そいつはあの女が。ない。ベナウィーのやつが。あいつどこへ行きやがった。クモ、誤解だと言ってやってくれ。来るんじゃねえ。こっちを待ちおるな。兄ちゃん、兄ちゃん、どこへ行ったんだ兄ちゃん。待て、話せばわかる。話せば。おやつさん、エルルーが、エルルーがだんだんと辺境の女に。決して後悔させませんわよ。さて、どうするかな。一つ聞いていいか。何ですの？なぜここに部屋がある？見晴らしが良くて心地いいからですよ。そうではなくて、なんでここにお前の部屋があるのか聞いているんだ。ここに住むからに決まってますわ。住まいは好きに決めていいって言いましたわね。確かに言った。だがそれはここでという意味でなくて。ここは素敵な場所ですわね。しかも三食付きの上に飲み放題ですね。勝手に飲み放題にするな。やけに酒臭いと思ったらこの酒だる。最近頻発する酒泥棒の正体はお前か。泥棒だなんて人聞きが悪いですわ。晩酌にちょっと持ってきただけですもん。山と積んであるこれがちょっとか。さて、どうするかな。どうぞお入りになってください。もしかして邪魔をしたか。そんなことはありませんわ。どうぞお座りくださいな。美味しいお酒ですわね。ええ、Thank you.
人とも知り合いだったのか。いや、この雰囲気からして知り合いなどという程度のものではないのだろうな。しかし片方は王女、片方はナカン、奇妙な組み合わせだが。はい、私とカルラはウルト。なるほど、いい女は謎が多いか。その通りですわ。そんなことより一婚いかが。いただこうか。さて、どうするかな。